蟹ヶ谷古墳群は、神奈川県川崎市高津区蟹ヶ谷にある古墳時代後期の古墳群。市内で唯一前方公園墳が現存する古墳群とされる。や上川右岸、東急東横線元住吉駅から西に 1.5km ほど離れた神奈川県立中原養護学校北川の神場特別緑地保全地区と呼ばれる高台の園に所在する。 高大上部に3基の古墳が並んでいるが、矢神川に下る斜面にも古墳と見られる高まりが複数あり、5基以上存在すると考えられている。また斜面には横穴墓も存在する。基地の3基は円墳と考えられていたが、うち1基が前方後円墳である可能性が出てきたため、古墳群の実態解明を目的に、川崎市と専修大学、日本大学が協力し、 2012年度から2016年度にかけて、噴球測量と発掘調査を行った。その結果、中央の1号噴は、全長30メートル以上の前方公園噴で、周光と見られる溝や、葉に片が出土し、6世紀後半から、末の築造と判明した。埋蔵以降は破壊されていたが、石棺の石材破片が発見された。2号噴、3号噴では、 埴輪が発見されず、1号墳に後続する6世紀末から7世紀、初頭の円墳と判断された。ドイクタ2016ピアニッシも、5から6高く2017ピアニッシも、3オール1967ピアニッシも、80小玉、坪ぼイ1980ドイクタ2016高く2017、 高く2017ピアニッシモ、5度幾多2016ピアニッシモ、3高く2017ピアニッシモ、6、ありがとうございます。